エラスモ・ホセ・ラミデス・オリベラは、ニカラグアのリバス県、リバス出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。現在は、フリーエージェント。愛称は、エブリデイ・エラスモ・ミート。ニカラグアで生まれ、12歳の時に、エルサルバドルへ移住した。2007年9月1日にアマチュアフリーエージェントで、シアトル・マリナーズと契約を結んで、プロ入り。 2012年4月9日のテキサスレンジャーズ戦でリリーフとしてメジャーデビューを果たした。6月14日のサンディエゴパドレス戦で初先発した。先発として5試合目の登板となった9月11日のトロントブルージェイズ戦でメジャー初勝利を挙げた。オフの11月にはパナマで行われた第3回ワールドベースボールクラシック予選のニカラグア代表に選出された。 同大会では、第一戦のコロンビア戦で先発したが、敗戦投手になってしまった。2014年2月27日に、マリナーズと1年契約に合意した。この年は17試合に投げ、うち14試合で先発投手として登板した。しかし結果はかんばしくなく、防御率5.26、ホイップ1.54、1勝6敗と打ち込まれた。 2015年3月31日にマイク・モンゴメリーとのトレードでタンパベイ・レイズへ移籍した。レイズ加入1年目は先発ローテーションのスポットを勝ち取り、34試合中27試合で先発投手として投げた。規定投球回に到達し、11勝6敗、防御率3.75という好成績をマークしてブレークを果たした。2016年はリリーフに転身し、 64試合に登板した。防御率は前年と同水準の3.77であり、勝敗では先発投手のような多さだった。なお、2015年に改善したホームランの被弾割合は再び悪化した。2017年5月28日の試合に延長15回から登板し、セーブを記録した。 29日には先発登板したが、セーブを記録した翌日に先発登板するのは33年ぶりのことだった。2017年7月28日にスティーブ・シシェックとのトレードでマリナーズへ移籍した。この年は2球団合計で37試合に投げ、5勝6敗、1セーブ、防御率4.37という成績であった。2018年は、 大円筋を痛めて長期離脱し10試合の当番にとどまった。オフの11月2日に FA となった。前後するが10月29日には2018日米野球の MLB 選抜に選出された。この大会時は前述の通り FA で所属球団がなかったがマリラーズのユニフォームで出場している。2018年12月18日に ボストンレッドソックスとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は開幕を参加のトリプル A 級、ポータケットレッドソックスで迎え、4月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月19日にリーフとなり、21日にマイナー契約で、 トリプル A 級ポータケットへ配属された。レギュラーシーズン終了後の10月1日に FA となった。2020年1月24日にニューヨークメッツとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。9月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフの10月28日に FA となった。 2021年1月19日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは5月4日にトリプル A 級トレド・マット・ヘンズへ配属され、マイナーリーグの開幕ロースター入りした。5月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月27日にディーフとなり、 翌28日に自由契約となった。ありがとうございます。